はい、スピチューブ始まります。皆さんこんにちは。今日来てるところは後ろの看板にあるんですけど、新東さんと新東さん。はい。これ新道じゃなくて東らしいですね。今日はねこの、山に、登っていこうかなと思うんですけど、まあ実際この山どういう山だと、いうと、その黒ずみ教のその宗教施設が、あるということで、そのお正月元旦とか結構、参拝者が多く訪れると、いうことになってるわけですけど、まあこうやってね、喋ってる間でも結構、車がね何台か、通ってる状態なんですけど、戦後ちょっとしてからかな、なんかこの辺北中瀬から、この辺まで電車が通ってると、いうことで、その地図、今載せてるんですけど、こういう感じ形でね、線路図が線路の跡があったということで、でその電車がね走ってたということで、その痕跡をね探そうと、地図を照らし合わせながら、ここまで来たんですけど、そのやっぱり痕跡が、もう残ってないと、いうことになってます。というわけでね、ちょっと長くなりましたけど、これから登っていこうかなと思います。はい、下からねおよそ15分くらいで登ってきました。黒ずみ教本部、第一駐車場と、ちょっとね気になるところがあったりするので行ってしまおうかなと。こちらがね新東山の、境内の案内図と、いうことになって、現在地がこの下で、上に行けば、なんかいろいろあると、いうことで、動く参道と、これ結構ねスピードが遅いので歩いた方がいいかもしれないですね。
これ後ろあるんですけど、これ多分その日の出とかを拝む、場所かなと、思います。まあなんか岡山の市内の街が、見渡せるね、場所かなと思います。すごいですねこれ。今日ここに入っていこうかなと思います。やってんのかないぐらいで、でまたそういうアンケート書いて行ったことあるんで、はい。あ、また自治会協議会というのがありまして、こちらもメンバーになっておりまして、あ、なるほど。で、5カ所行けば県立美術館が無料で入れます。あ、思いますか。よろしければこれこちら来られましたんで判を押しておきますけど。あ、じゃあお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。どうぞ。はい、すいません。はい、というわけで、ご視聴お疲れ様でした。今日はね、新東山に、登って、そのね本部に、行くというね企画だったのですけども、まあこういう感じで、まあいろいろあると、なんか博物館というか美術館もねあったりということなんで、またね興味ある方はぜひ、行ってみてもらいたいなと思います。まあ、まだねこれがそのね花火、サプライズ花火の打ち上げ場所にもなったということもね、忘れずに、ちょっと頭の中に入れてほしいなという部分ですね。はい、それではまたね YouTube の方、よろしくお願いします。それでは失礼します。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。